小池知事は高齢者のワクチン接種を7月末までの完了に向けて加速させる考えで会議では市区町村や医師会から接種体制への課題などについて意見が出されました都内では来月末までに高齢者およそ311万人分の量を確保できる見通しです一方今日東京都では新型コロナウイルスの感染者が新たに573人確認されました 重症者はきのうより5人増えた78人です。